新潟市新津美術館は、新潟県新潟市秋葉区が沢に所在する美術館。施設は新潟市が所有かつ運営管理を行っている。当時の新津市が整備し、1997年10月1日に新津市美術館として開館。当初は新津市を主体に設立した財団法人新津市文化振興財団が施設の運営管理を行っていた。 2005年3月21日、新津市が新潟市へ編入合併したのに伴い、施設名称を原名称に改称。翌2006年4月1日からは、新潟市が直接運営管理を行っている。川毛沢は、かつての金津村の村域にあたるとあって、同村朝日出身の洋画家、笹岡良一の作品を数多く収蔵しており、 2011年5月25日付で博物館相当施設に認定された。古くから新津駅を中心に鉄道の要衝として発展してきた新津地区にちなみ、正面玄関は線路を除雪するラッセル車を模したデザインが用いられている。またロビーのアトリウムは白い大理石の階段上で施設のロゴマークにも取り入れられるなど、いずれも当館のシンボルとなっている。 前述の笹岡作品をはじめ、日本画や洋画を中心に約450点の収蔵品をもとにした常設展に加え、現代美術や写真、絵本、漫画、アニメーションなどのサブカルチャーに至るまで、様々なジャンルの企画展を開催しているほか、アトリウムでは不定期で、ミュージアムコンサートなどのイベントも開催されている。また花と遺跡のふるさと公園内に所在する。 新潟県立植物園をはじめ、園内及び市内の他施設と連携した催し物も開催されている。新潟市新津美術館条例新潟市、通称地名では、ガワソとも読まれる。ありがとうございます。